1911年版の表紙、秘密の花園は1911年に初版が発行されたフランシス・ホジ・ソンバーネットによる小説。サイドリーダーとして課題にする高校もある、イギリス植民地時代のインド。管理の一人娘、メアリー・レノックスは、仕事人間の父と遊び放ける母に放任され、わがままで気難しく孤独な少女に育ってしまう。 そんなある日、悪性のコレラの流行により、両親や使用人たちが急性、父の同僚に発見されたメアリーは、イギリスのヨークシャーに住む、地のつながらないおじ、クレーブンに引き取られる。おじの屋敷は、高涼とした、ムーアの外れにあった。おじは一年の大半は家を開け、メアリーはここでも使用人以外には相手にされなかったが、庭で小間取りと遊ぶなどするうち、次第に、 ムーアの自然に馴染んでいく。さらに彼女の世話役のマーサやその弟で牧道の離婚とも親しくなり、少々おてんばながら迷路で行動力のある娘に変わっていく。ある日、メアリーは屋敷の庭の中で壁に囲まれた一角を見つける。そこは亡きおばが生前大切にしていた庭園だったが、彼女の死後時の命令により閉じられていた。しかしメアリーは、 ひょんなことから、庭園の鍵と入り口を見つけ、早速侵入する。庭園は荒れ放題だったが、そこの植物が、実は生きていることに気づいた彼女は、花園を蘇らせようと決心、離婚と共に行動を開始する。同じ頃、彼女は、その存在を秘密にされていた、自身の重邸、コリンと出会う。彼は、生来病弱で、ベッドから、 ほとんど出たことのない、メアリー同様両親に愛された、記憶のない少年だった。やがて季節は春へ移り、屋敷の周りのムーアに、ヒースやハリエニシダの花が咲き始める。そして、メアリーと花園を中心に、魔法がかかったような、素晴らしい出来事が起こり始める。バーネットが、秘密の花園を表すにあたって、モデルとした庭園が、ケント州のロルベンデン近くにあるグレート。 メイサムホールの庭園である。1720年代に建てられたグレート、メイサムホールは、1893年の火災によって一部を、残して消失してしまった。バーネットは1898年から1907年の間に火災を免れた一部を淳尺し、住居としていた。入居して間もない頃、人はの小間取りに導かれて、壁に囲まれ荒廃した。 古い庭を発見したという。バーネットは庭を再生させるため、多くの時間をこの庭で過ごした。本作は、バーネットの最もポピュラーな小説と言われ、ステージ化や映画化もされた。詳細は、ザ・シークレット・ガーデンを参照1989年、マーシャ・ノーマンとルーシー・サイモンによってミュージカル化された。ブロードウェイ初演は1991年で、 この年のトニー賞にもノミネートされ、マーシャ・ノーマンがミュージカル脚本賞を獲得したほか、メアリー役のデイジー・イーガンが11歳という若さでミュージカル女演女優賞を獲得している。日本では過去にホリープロ主催の影ミュージカルと幾度も舞台化されており、シークレット・ガーデンと題して東方の制作により2018年6月に上演された。ありがとうございます。